はいどうも、日高です。今回なんですけど、韓国にあるテリムという、チャイナタウンのスラム街にこれから向かいたいと思います。ここは現地の人でもあまり近づかないような危険な場所だって聞いたんで、で今回ね、同行してくれてる通訳さんもね、ここ行くんやったら駅で待たせてほしいと言ってるとこなんですよ。まあ、そこがどれほどの危ないとこなんか、どれほどのスラムが待っているのかというのをね、確かめにこれから行きたいと思います。次の場所ですね。はい、あれなんて読むんですか？テリム。あ、テリムか、うん、テリムね。テリム、チャイナ。はい、テリムね。そのテリムで撮影してた犯罪都市っていう映画が、はい、今シリーズ3までもうすぐ3が出るんですよ。へえ。5月、あ、多分、あ、そうそうそう、お、すごいじゃないですか。今月、ね、シリーズ3が。へえ。けど危険やと。危険ですよ本当ですか？本当危険ですよ。へえ。それは女性やから危険とかじゃなくて。じゃなくて、じゃなくて、はい、命を守ってください。大丈夫ですよ。あの駅のカフェで待とってください、はい、そしたら昼間はまあまあ大丈夫だとは思うんですけど。大丈夫ですよ、はい。でも結構危ないらしいです。ネットで見たのは、うん、現地の韓国人の人も近寄らない、うん、そうです。あんまり行かないです。行かないですか？本当ですか？本当ですよ。あの治安が悪いから現地の韓国人の人も近寄らないっていう、うん、そう、それで私も昨日ちょっと調べたんですけど、はいはい、あの記事が当てて、はい、なんかその韓国人じゃなくて、はい、中国の人結構いっぱいおりまして、はい、その中でもこうなんか、はい、あれ、ナイフで刺されたり。ナイフで刺された喧嘩をして。喧嘩して、はい、喧嘩しないですもん僕大丈夫ですよ怖いですよ。この人ちょっと変わったとこ行くなって思ったでしょそうですね。え、本当初めて。初めて、はい、今は観光地しか。ああ、そうなんですよね。もう観光地ね、結構行ってるんで、もう飽きてるんですよ。あ、本当ですか？はい、まあ、観光地やったら一人で回れる、うん、まあ特に問題ないじゃないですか。また走ります？走ります？え信号が、いやほんまに雨やったらどうしようかな思ってたんですよね。ずっと雨でした先生。あ、こっち、はい、あ、すいません。あ、こっち。あ、え、どっち？わかった。あ、わかるんですか？昼間は大丈夫そうですね。そうですね。今日危険や思ったらねどっかで待機してもうたらいいですよ。あれ好きですか？ドリア。食べたことないですか？韓国でもあんまり見えないんですよ、はい、あれ。うん、めっちゃ売ってますよね。うん、そうですね。シャンパシャンパ。なんかあの書いてることとかで、もし、その、これなんて書いてますか？全員安心帰り道。女性安心帰り道って書いてあるみたいです。女性安心帰り道、そうやって書かれとったら安心ですね。うん、そうですね。ね、これ中華料理ですか？大体そうです。全部。はい。おお。全部中華。ここは来るの初めて。初めて。ここ来るとは思わなかった。思わなかったですか？はい。
面白いですね。面白いんです。いい経験。いい経験ですね。はい。あ、結構長いですね、この通り。長いです、長いです。ね。はい。ネットとかのね、書き込みでは、結構危ない地域みたいな感じで。うん、そうなんですね。そうでしょ？はい。書かれてましたが、さすがに昼間は大丈夫か。この辺で引き返しましょうか。どうします？うん。これ以上行っても、何もないでしょ。屋台とか。うん。お、ここも結構。テリム中央市場。そうです。うわ、魚。うわ、これ。え？これ食べれるやつですか？そうです、そうです。すごいな。うん、中国って何でも食べるって。ああ、食べるらしいね。はい、そうか。僕チヂミ好きなんですよ。あ、そうですか。はい。韓国の料理で一番好きなのチヂミなんですよ。광장시장行ったことあります。え？광장시장。何ですかそれ？それめっちゃくちゃ有名なチヂミの、はい、チヂミのお店のこうめっちゃ多い、市場なんですけど。あ、そうなんや。観光地ですここも。あ、そうですか。観光客めっちゃ並んでます。東大門の近くなんです。すぐ。あ、そうなん。チヂミとユッケ、はい、あ、ユッケわかります、うん、ユッケが食べれないけどユッケわかります。食べれないんだ。ユッケ結構みんな好きですよね。はい、チキーね。オイルみたいな。もう鼻が今何やってますって。あ。이거뭐야？다른사람오늘다찍히하고오늘다찍히이거들어가？어아니야아니야아니야？네。なんか何吸ってる？ああ。めっちゃ気になってる。なるほど。韓国のおばさんって結構、はい、放送されるの好きなんです。好きなんですか？マジですか？面白いですよね。テレビに出るのって言われたり。なるほど、まあ、特にほんまに普通ですよね。うん、特に何も、うん、今は危ない場所でもなさそうな、うん、この道が外れたらなんか人通りが一気に減るから。そうですね、ちょっと怖いね。ちょっと危なそうな、ちょっと怖い雰囲気が出てきたな。でも、車が入ってきてから、はい、多分もうすぐだと。なるほど、うん、さっきの商店街はね、さすがに大丈夫と思うんですけどね、うん、人通りが減ると、うん、やばそうやな。なんか、なんかあったら頼ますよお願いしますよ。強いですか？強いんで、超強いです。特にね、絡まれることもないし、トラブルもないし、一本道それたらちょっとあの人気がね少ないけど、夜やったら怖そうですね、あの辺は。ねえ。危ないですよね。結構買い物客でにぎわってる感じです、うん、昼間は。なんせ暑い暑いっすよ。暑いんですか？暑いっすよ。日本の方がもっと暑いんですよ。まあ日本も暑いっすけどね。テリムのちょっと危険な地域に来たけど、まあ結果何事もなく終わりました。ありがとうございました。ほな。